DJ 誠の質問に答えるコーナーパート2。皆さんからね寄せられた質問、誠デイがお答えします。私は落ち込んだり気分を上げようとするときにニュースの日はまた昇るを聞きます。誠さん、相方さんはニュース、カトゥーンの曲で特別な曲ありますか？僕はね、あやめかな。それこそニュースを知らなかったときに相方にね、教わったんですね。スノーよりもね、いい曲だなっていうのはすごい感じたんですよね。それでそこからまたいろんな曲を聴くようになったかな。カトゥーンはポラリスかな。いいね、それは一緒かな。星を見ながら、まあ、切ない曲でもあるからね。そこね、結構ね、遠距離な時はかなり聴いてた記憶があるね。相方はね、うん、相方トゥデイはね待って、鼻出た一番仕事行きたくないなって思ってた時期に毎日朝聴いて乗り越えたのはフライアゲインで、うん、あれでこう元気づけられて、よし今日も頑張ろうみたいな感じで毎朝行ってたから、それは結構なんか特別な曲にはなってますね、うん、なるほどね。まあ、カトゥーンは同じくポラリスも好きやけど、うん、まあ、遠距離で言えばスターズが結構好きで、まあ、あれもなんかこう離れた距離の恋人たちが電話の時間だけはなんか止まってほしいなみたいな歌詞があるから、そうね、そう、あれはちょっと結構聞いてたね。誠さん、相方さん、カラオケでニュース、カトゥーンの18番ありますか？18番、うん、相方トゥデイはね、はいはい、ニュースの、あ、ニュースちゃうわ、テゴマスの魔法のメロディーが一番キーが合ってて歌いやすい。で、あのユッチのステップバイステップは英語まで完コピしてたから、あのなんか 下巻く感じとかもめっちゃやってた、うん、それは完全に相方トゥデイの18番。そうね、相方トゥデイのちょっとみんなも受けるカラオケソングねなるほどね。マコトゥデイはね、ニュースは光の雫かタッチかな、うん、あの曲調も好きだしね、なんか歌ってると優しい気持ちになるんだよね。まあちょっとなんやろ、楽しいというか、うん、あの PV も良かったし、ね、そうそうそう、そういう思い出もあるしね。カトゥーンはね、ユーク、おう、すごいね、好きだったドラマがあって、その主題歌だったんだよね。懐かしいな。ね。なのでその2つかな。ニュースファンで今まで辛いと思ったことはありますか？活動休止含め。なんかやっぱ女性関係のこと言われてるとね、実際ね、本人たちしか分かんないけれども、なんかそういう、なんだろう、上げ足を取られるようなこと、本人たちはやってないんだけども、そういう経験を昔してるグループだからこそまたやってんのみたいなね、そういう感じでなるのはちょっとね辛いかな。勝手にやっぱさ、マスコミがちょっとでも広げたらそれが本当になるからね、うん、なのでまあね、ちょっとファン歴は浅いんですけれども、やっぱね、そこら辺が悲しいかなと。もっとね、ちゃんと本人たちのことを知れよって思うよね。相方トゥデイはやっぱりあの、うん、活動休止を2度経験してるもんで、うん、まあ 2.5 ぐらい、この間の、ね、アジスタの前もあったから 2.5 ぐらい経験してるけど、うん、まあでもここまで経験すると解散はないかなっていうのもあって、うん、まあでも不安はあるわな、あの、まあね、休止中は、うん、え、この先どうなんのっていう不安もあるから、その時はちょっとブレる心が、うん、まあだから他のグループに行くってことはね、まあまあそれもいろいろありましたけど最近はもうニュースがカトゥーンでお腹いっぱいです、ね、お腹いっぱい。古着って着るの抵抗あります？あります。あります。私はね、最近、昔は着てた普通に、うん、その前の人が着てたものだけど、洗濯とかしちゃえば特になんか念がの残ってるわけでもないとは思ってる。逆にあの友達とかのは全然着れんの。あ、誰が着たかわからんやつは私は着れない。うーん、まあそう言われるとちょっとな、確かにな、何してるかわからんから怖い。
今まで買ったのは結構古着が多いんだけど、どうだろうな、まあ、古着の方が安いし ね、 そ う、 ね、そういうのもあるんだけど、比較的抵抗はない方かなとは思うけど、古着も物によるかな。ズボンとかだと全然いけるけど、インナーとか、インナーは確かに着ないかな。うん、ジャケット系は買うけどね。夏と冬どっちが好き？夏。夏。肩こり冬。そっち。冬。ちょっと陰気になる気持ちが。ああ、なるほどね。冬は確かに寒いから、ね、余計に服着ないといけないけど。そう、夏ちょっと開放的になるやん。うん。そうね、着る服で考えてもね、全然1枚とかいけるから。肩こんのよ、着る服も。うん、マフラーとかすごい肩こんの。ああ、わかるわ。最高の枚数はね、8枚着てました。どんだけ重ね着ね。もうね。ベイマックスやもん。そう。ゴワゴワだけど、もうね、元がね、ガリガリすぎたからね。まあ、昔の話だけど。肉付きがね。そう。まあ、今、ちょっとはね、相方と一緒になってから、ちょっとは、増えたんだけどもね、それまではもう骨でしたから。相方よく食べますから、ね、うん、それに混じってよく食べております。永遠のアイドルといえば誰？マッスー。おお、早いね。いや、なんかもう、まあ、ユッチも好きやねんけど、うん、アイドルって言われたら、うん、憧れのところはマッスーの方が強いかな。まあ、好きっていう考えではなく、そう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 、2人とも好きやけど、うん、アイドルって言われたらまっすーが強いか。なるほどね。例えば感覚は違うんだね。違う、なんかユッチは親しみやすいというか、あ、お兄さん的存在。なるほどね。俺はスマップかな。いいね。うん、なんかね、現在はやっぱいないけども、元になっちゃうけど、いろんなやっぱジャニーズといえばというかを、そういうのをね、覆した、もうなくした存在な気がする。バラエティもできたし、歌もできて、ダンスもできて、バラエティもできる、まあ踊れるっていう、そういうのもあったし、ドラマもみんなやってるしね。まあ今のジャニーズの基盤を作ったというかね。うん、そこはすごい感じるかな。だから僕の中では永遠です。ずっとスマップはあり続ける。 DJ 誠の質問に答えるコーナー、どうでしたかね。質問箱ね、ツイッターで募集しております。 YouTube のね、募集しておりますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。今回はメガネずれない、これ、またね、第3弾やりたいと思います。コメント来たらね。それでは皆さん、ハブグッタイム。